それでは優勝決めました井上忠正選手です、お疲れ様でした。お疲れ様でした、振り返ったりたくはないやろうけどもちょっと順位を振り返ってください。4番早いですね。早いね、はい、タッチスタートもうあれ行かれるともうどうしようもないよね。ちょっとお客さんには申し訳ないですけど、うん、僕はもう目位置行ったんで、うん、まあ後悔はないです、はい。前件の時でしたかね、インタビューでちょっとそうです、ね、お話聞いて、はい、あれからモーターの仕上がりはどうですか。前件のままですね。まあまあ、良くも悪くも前件通りです、うん。じゃあ5段階評価で5を良しとすると唯一してるんで生意気かもしれないですけど、はい、もう2ぐらいですねいやでもほんまに3じゃなくて 2? ちょっとね、だいぶ弱いですね、直線は。そうなんや、はい。しかしまあポールポジションというか、まあ、一応暫定1位の中で来たじゃないですか。そつないレースができただけで。井上選手自身の自分のこうセールスポイントっていうのはそつのないレースなんですか、本来は。今はそんなもんですね今パンチ力ゼロなんで。今パンチ力ゼロなんで、はい、これからじゃあパンチ力磨いていかなあかんと思います。パンチ力を磨くとね、すぐ、うん、またフライングするんでね。なるほど。この兼ね合いが難しいんですけど。いやーボートレーサーって本当メンタル面と技術面のバランスって大変やもんね、はい、そうですね。明日は、ダッシュ戦になりますが、はい、スタートの見え方なんかはどうですか、ダッシュは。大丈夫です。スタートは大丈夫。今日も前半5コースから06行ったんで、うん、その辺で行けたら、はい。まあ2ということですが、明日も1日上積みを求めますか。いや本当何とも言えないんですけど、うん、ちょっと4番のことを足合わせしていただいて、はい、多分 4号艇になると思うんですけど、うん、その子にちょっと行かれるようでしたら、うん、叩きます。うわ、そう、行かれるようだったら叩く、はい。そこで少し改善改善されるんかな。なんか一節間これで戦ってきたんで、うん、ここまで来れてるんで。そうやね、逆に成績上がってきてるから。まあ4番の子に展開作っていただいて、うん、それをまくりさせる仕上がりにさせてみます。わかりました、はい。ちょっとだけ女子と体重差が今節から1キロ、はい、あ、そうですね、今節でこの期から1キロ増えましたけど、はい、その辺なんか今回戦ってて感じる。僕すごい出足がいいんで今節は、うんうん、それでも一緒ぐらいなんで、うん、あ、出足悪かったらいかれてんねんなと思いながら。そうなんや、はい、やっぱりその分ちょっと1キロ差は出てるかなという感じはじゃああるんだね。僕はそっちに寄せてるんであんまり気にならないですけど、うん、あ、まだ横おるなとかは感じます。あ、わかりました。ちょっと、ね、これからちょっと男女戦はこの1キロがどう左右していくかというのが。そうですね、見てても細いですしね、うん、まあ、細いけどね女性の方は、はい。すいません、最後に抱負をお聞かせください。抱負というのは優勝戦に向けて、はい、はい。ルーキーズが団体として、勝てるようにと、僕も久しぶりにほんまに優勝したいんでちょっと優勝を狙うようなターンをしてみるんで、優勝できるように頑張ります。応援してください。井上選手でした。どうもありがとうございました。ジュニュートンです。すいませんでした。